トケマ第10レースの1着1号艇野田彩香選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。一つ前のレースでは同期の中尾選手が勝ちましたが、いい刺激になりましたか？はい、なんで私も逃げたいなって思ってました。それに続きましたね。それではレース振り返っていきましょう。進入内から1、2、3、ダッシュ、4、5、6、枠なり3対3の体型でした。野田選手1コースからです。まずスタートですが、ちょっと風向きなんかも難しくなってますけれども、スタートいかがでしたか？キャジメにフライングしちゃったんで、はい、ちょっと様子見入っちゃったんですけど、なんかいろいろ先輩に聞いて、はい、スタートのやり方変えたんで、前よりは、はい、質のいいスタートを心がけて頑張ろうと思います。はい、はい、それとばらつきました。1マークでは3号艇香川選手が攻めてきまして、2マークは刺してきました。はい、ターン振り返ってどうですか？いや、握りすぎて、はい、握りすぎちゃいました。そうです。この位置でかなりプレッシャーも大きかったでしょうね。はい、そうですね。はい、直線に関しては、はい、香川選手との比較で見るとどう感じてますか？そうですね、まあ、私もパーセントあるんですけど、はい、まあ、悪くはないと思います。そうですか。はい、はい、明日からの戦いに向けて、はい、今スタートのお話なんかも出ましたが、どんなことを意識して走っていきましょう？質のいいスタートができるように頑張ろうと思います。はい、それではもう一言ファンの皆様にメッセージをお願いします。はい、なんかいいレースできずにすいません。最終日まで頑張ります。応援よろしくお願いします。さあ、それではカメラサインをお願いしたいと思います。同期で9レース10レースと勝利を収めていただきました。はい、はい、やっとほっとして笑顔も出てきたような、そんな雰囲気が上がっております。質のいいスタートを心がけてというね、そんな皆様へのメッセージもいただいております。カメラサインが終わったら最後そのカメラに向かってポーズを取ってください。野田選手、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。